を起こした教祖出口直の生涯。出口直は江戸時代末期から明治時代中期の極貧の生活の中で国の床たちの巫女の神がかり現象を起こし、新宗教大本を開教した人物。彼女は出口家を相続し宮大工と結婚するも、夫の浪費が原因で数年で没落し、直は地獄の釜の焦げを起こしとつぶやいたほどだった。52歳の時に夫が亡くなると、彼女は牛虎の根人元の国の床たちの巫女と宣言する神と出会う霊夢を見、大本ではこの日を開教の日としている。非身状態となった直はまず13日間の絶食と75日間の寝ずの水行を行う。やがて放火犯と間違われて警察に拘留され、釈放されるも自宅の家の座敷牢に40日間押し込まれる。入牢中に彼女は神の声を落ちていた釘で文字に刻むようになり、これが後年のお筆先となったのである。後継者の娘と出口鬼三郎を結婚させ、直は筆先と神事に全てを捧げ、贅沢を好まず農村の生活そのものを送り、神事や啓示の執筆に専念。晩年は自分の役目が終わったことを鬼三郎に告げ、大正7年に83歳で死去。